旦那と出会ったのは大学時代。同じサークルに所属していた先輩後輩で、旦那の方が一つ先輩。大学時代から付き合い始めてすぐに同棲をしていたので、結婚したのは2年前だが、一緒に暮らしてからはもう5年ぐらいになる。旦那は男らしく引っ張るタイプではないけど、優しくて聞き上手で落ち着く存在。なんというかお父さんみたいな感じなところが好きだった。いつか子供が生まれたらいいお父さんになるんだろうなと思っていた。今はお互い仕事を頑張りたいという思いから子作りはしていなかった。旦那は中小企業でサラリーマンをしていて、現在の役職は課長。私は大学院を卒業した後弁護士になった。二人の稼ぎを合わせるとそれなりに余裕があったので、子供ができるまでは少し贅沢しようとタワマンを購入した。広い家に眺めのいい景色、こだわりのインテリアを揃えて毎日快適な生活。タワマンに住み始めた頃は旦那とも仲良かったし、いい夢を見させてもらっていたなと思う。私はよく母をタワマンの家に呼んでいた。若くして父を亡くし、母は一人で暮らしていたので、なるべく寂しい思いをさせたくなかったから。あー、すごい眺めね。お部屋も広いし、家具も素敵ね。あかりは本当に私の自慢の娘だわ。こんなすごい部屋に住めるなんて尊敬する。私の家は貧乏ではないけれど裕福でもない。私は母がいつも節約に励んでいたのを知っていたので、少しでも贅沢な気分を味わわせてやりたかった。だから母がタワマンに遊びに来てくつろいでくれるのは嬉しかった。しかし母を呼ぶと必ずと言っていいほど姉がついてきた。私は姉のことが苦手だ。私の姉は30歳になっても定職に就かずフラフラしている。夢は歌手になることらしく、ギターを弾く相方みたいな人とストリートライブをよくやっているらしい。見た目はそこそこ綺麗なのだが、正直そろそろ現実を見てほしい。芸能界を目指すにはもう年齢も厳しいし、実力や人気も素人目に見ても足りない。ストリートライブをやっていると言っても、お客さんは大体酔っ払いのおじさんが多いらしく、 CD を作っているわけでもないから知名度も上がらない。それなのにいつまでも夢を優先して実家に座っている。しかも家にお金を入れているわけではないそうだ。またフリーターといっても週5で働いているというわけでもなく、週2、3ぐらいらしい。理由はいきなりライブや芸能の仕事が入ったら困るからだって。そんな風に言っていることと行動が伴っていない姉だから、私は正直少し姉を軽蔑していた。姉はというと、私の方が成功していることにコンプレックスを感じていたようで、何かにつけてイチャモンをつけてきた。私が大学に受かった時も、たまたま倍率が低かったから受かったんだろう、私の年代の時に受けていたら絶対落ちていたと言われたし、弁護士になった時も、ほんと奇跡だね、あんたが弁護士になるなんてと言われたことがある。他にも挙げるとキリがないほどネチネチと攻撃された記憶がある。だから姉妹仲はそこまで良くなかった。それなのに私がタワマンを購入したと知ると、姉は当たり前のように遊びに来ていた。母が来るときは必ずついてきたし、一人で勝手に来ることもあった。ほんといい部屋よね、快適。ちょっとあまり散らかさないでくれる？いいじゃない、ちょっとぐらい。家政婦でも雇えば？そんなもったいないことしないわよ。タワマン買ってるくせにケチね。あれ、もうお酒ないじゃない。勝手に冷蔵庫開けないで。もういい加減帰ってよ。はいはい、また来ますね。アキラさん、お邪魔しました。こんな感じでしょっちゅう遊びに来ては家を荒らしていく。そして腹が立つのは、夫があまり私の味方をしてくれないこと。アキラさんも少しはお姉ちゃんにきつく言ってくれる？これじゃあ居候されて3人で暮らしているみたいなもんじゃない。まあまあ、ミキさんも悪い人じゃないし、姉妹なんだから仲良くしなよ。アキラさんは優しすぎるのよ。私がそう言うと、旦那はいつもゴニョゴニョと聞き取れない感じで何か言って、最後にごめんごめんと謝ってくる。謝られると私もそれ以上は何も言えなくなる。優しくて大好きな旦那だが、こういう時は少し頼りない。
旦那に対して少し苛立ちを感じ始めていた頃、事件は起きた。それはある深夜のこと。私は難しい案件を抱えていて、なかなか寝つけなかった。すると隣ですやすやと寝ていた旦那が、ミキさんと寝言を言い出したのだ。まあそれだけでも何も確証は得られないが、正直姉と同じ名前を口にしたことはショックだった。会社にミキという名前が他にいるのかな、それとも今夢に姉が出てるの。それで旦那は姉に夢中なの。仕事での悩みから少しネガティブになっていたので、普段なら何とも思わないようなことでも、その時は不安になった。翌朝、食卓を囲んで朝食を取りながら、私はそれとなく聞いてみた。アキラさん、姉とは何もないよね。旦那はいきなりの質問に咳き込んでいた。急にどうしたの？びっくりしたな。なんか怪しいと思って。なんもないよ。あるわけないでしょ。旦那の目が泳ぐ。あれ、これはもしかしてと思った。私は今度は姉に聞いてみることにした。いつものように遊びに来る姉、旦那がいないタイミングで私は切り出した。お姉ちゃん、アキラさんと不倫してないよね。すると姉は悪びれることもなく言った。ああ、何回か寝たよ。何、行けなかった？その瞬間、私の怒りはすぐにマックスに。ふざけんじゃないわよ。何妹の旦那に手出してんのよ。あら、アキラさんは私の誘いを拒まなかったわよ。だから私だけのせいじゃないでしょ。最低。もう二度とこの家に来ないで、出てって。わかったわよ。でも、あんたがいない時にアキラさんに会いに来るかも。いいから出てけ。私は姉を追い出すと、その場にうずくまり泣いた。いくら仲が悪いからって一線を越えてくるなんて。私はすぐに母に電話した。お母さん、どうしたの？私は姉と旦那が不倫していたことを説明。母はそれを聞いて憤慨していた。今度家族全員揃って話し合おうということになった。その晩、旦那は帰ってきた瞬間に私に土下座をしてきた。どうやら姉から連絡が来ていたようだ。本当にすまない。ほんの出来心で。最低。なんでよりによってお姉ちゃんと不倫するのよ。まだ職場の人とかの方がマシだったわよ。本当にすまなかった。でも俺、あかりとは別れたくない。あかりを愛している。ミキさんとの関係はもう終わりにするから。私も旦那のことはまだ愛していた。だから離婚はしたくないと思った。わかったわ。でも本当に今回限りだからね。また浮気したら今度こそ離婚だからね。わかった、約束する。今度はお母さんとお姉ちゃんも呼んで話し合いがあるから、その時きっぱりと関係を切るって宣言してくれる？もちろんだよ。これでとりあえずは一件落着だと思った。旦那の不倫は許せないけど、私にも原因がある。私は最近仕事で忙しくて、旦那にあまり構ってあげられなかった。旦那の優しさに甘えてばかりで、旦那の気持ちをちゃんと考えてなかったな。これからは夫婦の時間をもっと大切にしていこう。そう決めた矢先のことだった。週末に母と姉が家にやってきた。姉は明らかに不機嫌そう。きっと母からきつくいろいろ言われたのだろう。私は二人を居間に案内し、人数分のお茶を用意しに行った。明さん、会いたかったわ。ああ、ミキさん、どうも。姉は懲りずに旦那に色目を使って母に怒られていた。全員が揃ったものの、気まずい空気が流れる。母が気を使って話を始めてくれた。あかり、本当にごめんね。ミキが迷惑をかけて。お母さんが謝る必要ないわよ。悪いのはそこにいる人。私の言い方が気に入らなかったのか、姉は突っかかってきた。何よ、そこにいる人って。ちゃんと名前言いなさいよ。第一ラウンドのゴングが鳴った。名前すら言いたくないのよ。そもそも何よその態度。罪を犯した側の態度じゃないわよ。ちゃんと反省して。姉に向かって偉そうな口聞くんじゃないわよ。ちょっと頭がいいからってすぐ調子に乗って。私がどれだけ努力してきたか知らないくせに。
あんただって母さんに寄生しながら叶いもしない夢をダラダラ追いかけているだけじゃない。子供部屋おばさんが真っ当な社会人に意見してこないでよ。うるさい。あんたはそうやっていつも私を見下して、ほんとうざい。よくあんたみたいな人がアキラさんと結婚できたわね。二人とも落ち着いて。旦那と母がつかみ合いの喧嘩になりそうになった私たち姉妹を止める。ちゃんと話し合いをしましょう。息を切らしながら私は自分の要求を主張した。私の要求は不倫をしたことの謝罪と、これ以上アキラさんに近づかないこと、そして二度とこの家に来ないこと、つまりあなたとの姉妹としての縁を切らせてほしいということよ。すると姉は不敵な笑みを浮かべた。縁を切るということだけは守れるけど、それ以外は無理。はあ？だって私アキラさんの子供妊娠しちゃったんだもん。私は絶句した。頭を鈍器にぶつけられたかのような強い衝撃を感じた。嘘でしょ？本当よ、ほら。そう言って姉は母子手帳をテーブルに出した。そして追い打ちをかけるように旦那から裏切りの言葉が。ごめん、あかり。俺も昨日知ったんだ。さすがに子供を授かったとなれば話は変わってくる。俺は実は前からもっと早く子供が欲しかった。その夢が叶うからミキさんと一緒になりたい。勝手なのは分かってる。でも離婚してくれ。いきなりのことで何が何だか分からなかった。ただ自然と涙が目からこぼれ落ちていたのは覚えている。私が頭が真っ白になって何も言えないでいると、母が姉に平手打ちをした。パチンという鋭い音が家の中に響き渡る。ひった！ミッキー、あんたって子は本当に人に迷惑ばかりかけてわがままで、私悲しいよ。姉は叩かれたことに腹が立ったのか母を睨みつけていた。母はそんなことは気にもせず私にこう言った。あかり、別れなさい。こんな最低な女と一緒にいる男だってまともじゃない。あんたにはもっとふさわしい人がいる。私はそこでやっと正気を取り戻した。母に実の娘のことを最低の女と呼ばせて、娘の旦那をまともじゃないと言わせてしまった。私がしっかりしなきゃ、私だけは母への親孝行をちゃんとしないとと思った。いいわ、離婚しましょう。姉は勝ち誇った顔でにやりと笑っていた。じゃあ早く荷物まとめて出て行ってね。このタワマンは私とアキラさんのものになるんだから。今すぐ出て行くわよ。それよりここからはお金の話ね。私弁護士だから慰謝料関係の話もすぐこの場でさせて。姉は慰謝料と聞いて少し顔をしかめたが、大したことないと思ったのだろう。話し合いに了承した。本当世間知らずだ。じゃあまず慰謝料についてだけど、完全にアキラさんが有責だから、アキラさんと姉から250万円ずつね。ちょっと、実の姉からも取る気？やっぱり何も理解してなかったんだな。当然よ、不倫したのよ。法に従って支払ってもらうわよ。それと、この家をあなたたちが住むということは、私はこの家の評価額の半額を現金でもらうことになるわ。だいたい7000万ぐらいだろうから、3500万円ぐらいをアキラさんに支払ってもらうことになるわね。そんな。慰謝料と家のお金合わせたら、あんたたちが払うお金は4000万円ぐらいかしら。よかったわね、これぐらいで済んで。嫌みったらしく言ってやった。姉も旦那も顔が青ざめていた。結局旦那の給料と貯金じゃ払いきれないため、タワマンを売って現金に変えて私と旦那で分け合うことになった。姉はタワマンに住めないことに旦那に文句を言っていた。ほんとざまあ見ろって感じ。姉にはタワマンに住む資格などない。結局姉と元旦那は普通のマンションを借り、そこに暮らしているらしい。しかし姉は今まで母にずっと寄生していた人間なので、家事が全くできない。それに加えて子育てもしなければいけないから、家は荒れ放題。私も母も姉とは縁を切ることにして、何も手伝わないと決めているので、しわ寄せは元旦那に来ているらしい。元旦那は家事に育児に仕事に追われ、ほとんどシングルファーザーのような忙しさなんだとか。
姉も家事や育児は元旦那に任せっきりらしいが、慰謝料を払わなければいけないから週5でアルバイトに入っているとのこと。こんなはずじゃなかったと毎日のように嘆いているらしい。ほんといい君だ。一方、私は離婚で得たお金は貯金をしつつ、久しぶりに実家暮らしをしている。もちろん姉と違って家事は母と分担している。実家暮らしだと母は私と一緒に入れて嬉しそうだし、私も貯金がどんどんできるのでウィンウィンの関係だ。とりあえずしばらくは恋愛はいいので、今は仕事にどんどん打ち込もうと思う。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。